はい、背景に見えているのが武甲山です。まあ、武甲山トレイルは無事に完走しました。まあ、トイレ待ちで、実はスタートは最後尾からでした。まあ、結果としては、男子の50歳代の部が69位、そして全体では329位ということで、参加者が550名のうち一番最後で失敗した割にはもう成果があったと思います。やはり武甲山の直下の急登でガンガン人を抜いたのが、それが大きく順位を上げた要因だと思います。まあ、そして残念だったのが、武甲山の山頂直下に神社があるんですけども、そこを山頂とみなして、その上には本当の山頂にはまあコースとして行ってなかったので、まあ、元々は山屋として、それはなかなかもったいない話なので、コースを外れて山頂まで行ってきました。まあ、それでまた順位が下がりましたけど、まあそれはそれで仕方ないと思っています。まあ、去年と違って雨が降らずに、そしてコース変更もなく無事に終わったので、本当に良かったと思います。今ここにいるのが、芝桜で有名な羊山公園です。今から帰ります。